新イベントライブカーニバルについて、どうも皆さんこんにちは、くちゃねえと言います、よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、昨日から開催されておりますライブカーニバルについて、僕がね言えることはただ一つ、放置編成が使えなくてマジ辛いということでございます。その理由がですね、このブースが、まあね、まだ僕カーニバルランクが B1 でして、まだまだ上がってはいないんですけれども、このブースのね、ステじゃない、このスコアかな、スコアのスコアの合計値でこのランクがねもう1上がるっていうのがあるので、つまりはですね、簡単に言いますと、ちゃんとしたユニット編成でしっかりとしたスコアを取らないと次のレベルには上がれないということなんですよ。つまりはですね、放置ばっかりでね、楽曲をクリアしていっても意味がないということでございますので、しっかりとちゃんとしたユニットで、しっかりと楽曲を叩いてスコアを出さないといけないということでございます。とここ最近この1ヶ月ぐらい、ライブグルーヴ以外かな、ライブグルーヴ以外基本的にずっと放置をしていたわけなんですよ。はい、まあアタポン形式も基本的に放置をして、でまあその最初7秒間だけとか触っていて放置していました。でキャラバンも基本的には全部放置でやってました。でスシローも全部放置でやってきました。で、ライブグルーヴはちょっと無理だったんで、ちょっとちょこちょこやってました。まあでもまあまあそんなユニットなんて毎回固定してたんで、まあ大体まったりやってました。でパレードか、ライブパレードに関しても基本的にその放置編成かあれですね、途中まではトリコでねそこそこやってたんですけども、後半からは基本的にずっと放置編成でポイントを貯めていくというスタイルでやっておりましたので、今回ですねこれがですねちょっとちゃんとユニットも組まないといけないですし、で別々のユニットとか使ってやらないといけないということでございますので、このずっと放置をしている僕にとっては厳しいなということです。以上です。はい、これでね、まあ昨日ねなんかやってみたみたいな動画を上げたんですけども、まあ、あんまり解説できてなかったんで、まあ、解説したいなと思ったんですけど、まあ僕のね解説よりか他の人の解説見た方がいいと思うので、まあ、僕的に、まあ、これだけは言いたいのはこのゲストですね、こちらのゲストはですね、まあ、ぜひね皆様ちゃんとやった方がいいかなと思います。このイベントゲスト設定、この右上ですねを押すと、他の方がこの4人をねを、ゲストとして迎え入れることができるんですよ。そうするとユニットにねこんな感じでこのゲストってね書いてあると思うんですけども、これ全部トリコえスキブかな、スキブを今回入れてるんですけども、一人ねセンター以外で持ってくることができるんですよ、ゲストをね。つまりはあとスキブだけ足りないとかね、あとライフ回復だけは足りないとかいう時にゲストから持ってくることができて、ちゃんとスコアを取ることができるということでございますので、多分初期設定だとイベントこのゲストの設定が多分なんかよくわからない設定になってると思うので、まあおすすめとしてはまずチャームかな、シンデレラチャームっていうのはまあ結構便利なので、まあ、単純にねトリコ編成とかであれば結構強いので入れた方がいいと思いまして、あとライフスパークルかな、もう結構ね単純にスコアを上げるっていう意味ではいるので置いといた方がいいと思いますし、僕的にはこのやっぱスキブかな、スキブが一番美味しいんじゃないかなと思いますね。まあそのスキブとかね、なんだろうな、まあ自分でスキブを各ユニットに入れると絶対足りなくなるんですよ、多分ね。もう全スキブを持ってる人はいいと思うんですけども、まあ何人か、僕3人しか、初期の3人しか持ってないので残りのね6人持ってなくて、スキブがねユニットに3つしか使えないので、やっぱスキブあると ないとじゃあスコアがね断然違うので、もう僕もね他のね同僚さんのゲストでスキブをね3人借りてるんですけども、っていう感じでスキブは入れた方がいいと思います。でまあ一応オバロですね、まあスコアは出すって意味で、なんかどうしてもスコアが出ない場合、コンセントレーションじゃちょっときつい場合にオバロは一応誰か使ってもらえたらいいなという感じで入れておりますので、まあこれ同僚かな、同僚が多分出てくると思うので、これでゲスト適当にこれでゲストでね検索するとゲストが選択者4人を選ぶことができるので、これは絶対ねやった方がいいと思います。これでゲスト
ってやるとポッてやるとこんな感じでね、あのここの枠を、あ、3人までなのか、3人なので、あのこんな感じで選べることがね、ちょっと同僚の皆さんの名前で出ちゃってますけども、あの選べるので、まあ、ぜひぜひね、ここは一番大事かなと思います。はい、っていう感じですね、僕は言いたいのは。あとは単純にも、もっと詳しいのは他の方の方が見てください。もうね、分かりました。あ、僕はあんまり解説は向いていないなと思ったので、あまりねその辺は触れないので、他の方は見ていただいて、僕的にはこのゲストだけはしっかりとやってほしいなと思います、という感じです。はい、まあ、僕としては何より、放置編成ではあまり良くないということでございますので、苦しいなという結果でございました。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。